展示会はイギリスの旧王立植物園と眞子さまが特任研究員を務める東京大学総合研究博物館が共同で開催したもので、18世紀に描かれた植物画や植物標本などが展示されています。両陛下は普段と変わらない穏やかな表情でチューリップの植物画などを鑑賞し、眞子さまが茎の断面まで科学的に描かれていますなどと説明すると、陛下が断面まで観察して描かれているのでと頷かれていました。